皆さんこんにちは、オルタナチャンネルナイトですウィン、しめじばんです。はい、ということで前に100均のダイソー行った時に、まあ、100均ダイソーってめちゃくちゃ多いよね、うん、ダイソーね。え、ダイソー、ダイソーじゃない、ダイソー、俺わかんない、俺ダイソーだと思ってた。はい。ダイソー、ダイソー、おい、そっちが合ってんだ。みんなコメントで教えてください、どっちが正しいんだろう。ということで、まあ、100均のダイソー行った時に、はい、なんかホビーとかおもちゃコーナーがあって、うん、そこのマジックもめちゃくちゃ多かったのよ、はいはい、ということで今回それをちょっと全部買ってきました、うん、うわすげえ。ちょっと数えてみる、うん、29個それぞれ違う手品が入ってます、はい、で一応レベルとか書いてあります。なるほど。でレベル3まであるかな。あ、レベル4もある。あ、レベル4もある。一応これ29個なんで別のパターンもありました。ちょっとこれは子供向けのマジック、これも加えて一応30個にして。なるほど。でお互いにこの中から15個ずつ選んで、はい、全部やりたいなと。相方がそれを見破る。なるほどね。だこれで見破れなかったら100均の手品グッズめちゃくちゃ優秀だなっていう。そうだね。そう、まあ、ちょっと技術もいるかもね。技術も自分たちのということで15個ずつ選ぶか。ということで、はい、お互い15個ずつ選びました、はい、これで、練習しましょう。翌日です、1日経って大体お互い3、4時間ぐらい練習してます。 だから多分ダイソーのマジックグッズを一般の人が買って大体練習する量ぐらいは多分練習してるって感じだね。でルールとしては、まあ、15個中どっちが多く種を見破られるか。じゃあレベル1からいこう。あ、いいよ。じゃあレベル1からいきます、はい、まず初めはこちら、じゃじゃん。バネからリングが外れるトリック。これ取れません。じゃあ一応渋谷バネ触ってもらいましょう。これ取れますか。取れそうだけど。これ取れませんよね、はい、普通、はい、ただ俺が背中で一周した瞬間に取れます。おお、いきますよ、3、2、1、アクション。え、さあ取る。これ何。おお、取れた。さっきは取れなかったが背中を通すと取れるようになってる。これは見破られなかったです。じゃあ続いてこれ、はい、魔法の風でお札が浮きます。これですね、はい、トランプが2枚あります、はい、今回はねこのお札を使って何の変哲もないスペードの3、うん、じゃあこれに乗せます、はい、乗ってますね、うん、そして息を吹き込みます、はい、ありがとうございます。優しく息を普通に飛んで、吹きます、いきます。いや、うわぁ。さあ、このタレは何でしょうか。続いて、音が移動するマジック。これはですね、古いと思います。じゃあ、渋ジャパから音を取ります。はい、渋ジャから、フを取りました。そして、この音を。何やってるの。俺に与えました。さあこれはどんな種でしょうか。いや、なんか持ってるでしょ。正解です。じゃあ続いてこれいきます。マジック、コインを貫通。これはちょっとあの種類が違うですね。中に1枚コインが入っております。なるほど。ここに蓋をしてすべてにこの剣を通します。あ、普通だったら貫通しないはずでしょ、コインが入ってるから。じゃあちょっとやってみますよ、はい、蓋をセットします。はい、はい、セットしました、はい、じゃあまず1本目刺します。はい、おお、はい、貫通してますね。なるほど。まあ、1本目は貫通しそうだよね。だけどじゃあ反対側の2本目いきますか。おお、入ります。外側はなんか入りそうな感じするじゃん。これ中側入ったらさ、コイン貫通してるでしょ絶対。振りがすごいな。いきますよ。自分でめちゃくちゃ振ってるやん。真ん中もスルスルと、これいいよ、全部貫通していきます。あれ、さあ全部貫通していきますよ。最後1個が、はいはい、全て貫通しました。中に入ってたはずのコインが、さあコインはどこに行ったのでしょうか。なるほど。はい、これなんだろうな。コインに穴が開くタイプ、うん、残念。おお、残念、違います。あ、これじゃ分かんないよ。解答権1回でしょ。そうだね。続いてレベル2に入ります。ステッキが動く。さあじゃあちょっとセットします。はい、できました。早っ。はい、こちらのステッキ持ち方怪しい。いきますよ。はい、
おお。すごい、ちょっと待って。うわ、ひどい。うわぁ。うわぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。もう動き方もあれがあれだもん。さあ、なんでしょうか。裏に、カーブ。正解です。続いて、こちら。スプーンが曲がるマジック。まあ、これさ、一番大定番だけど、意外と難しいかもしれない。はい、何の変哲もない。動かしてごまかしてる。変哲あるもんな。触ってみてください。普通に叩く。まあ軽い。あんまり叩かないでください。軽い。あんまり叩かないでください。めちゃくちゃ軽いじゃん。これですね、まあ、力づくでやったら、まあ、誰しも曲がるじゃん。柔らかい力でいきますか。この頭はちょっとだけ押しますか。うん、力入れてるな。はい、見てください。ちょっと押しただけでこんなに曲がってる。スーパーマジック。終わった。シンプルな、ちょっとだけ、もともと。正解です。じゃあ、これは渋ジャパンの協力が必要ですね。ここを持っててください。あ、切れてるやつだ。こっちが裏面だよね。うん、じゃあ、折ります、一回、はい。はい。そして、縦と横にもこれ折ります。はい。こんな感じですね、今。はい、で、ぴったんこ合わせます。はい。はい、で、じゃあ開きますよ。ほい。おー。見てください。トランプの上下逆さ全部入れ替わってるんです。これがスーパーマジック。まあこれだから普通にその種があるというか。まあそう言っちゃうしまいやな。じゃあ次までいきますか。はい。色が一瞬で変わるスティック。お、面白そう。じゃあこれ表赤、裏黄色。はい、これを一人。一回振ります、うん、すると、うん、あら、おー、信号の色に入れ替わっております。これ分かりました。はい、分かった。あのところをそうするとその連動して色が変わる。ファイナルアンサー。うん、正解。いいですよ、結構正解当たってますよ。いや、ダメなんだよ、当てられたらダメなんだよ。じゃあこれいきますか。じゃあここにカードがあります。はい、ここに並べますね。はい、全部で8枚あります。はい、じゃあこの中から好きな数字を1つだけ選んでください。で、言わないでください、それは自分の頭の中で。はい、じゃあそしたらそれが写ってるカードを全部抜いてください。はい、はい、そしたら、はい、この中に答えがあると。なるほど。じゃあそしたらこれを渋ジャパ後ろに隠しておいてください。はい、それは当てます。あ、これはすごいわ。で、後ろで、じゃあ並べてもらってもいいですか。俺に見えないように3枚後ろに並べてもらっていいですか。これです。じゃあ僕行っちゃっていいですか。はい、これです。はい、いきます。はい、渋ジャパが選んだカードは、はい、ハートの10です。正解です。よし。おそらく、はい、行った時に、はい、残ったカードの中にが相手が選んだカード。優勢かです。うわー、これきた。はい、一人でに折りたたまれるお札。ここに、はい、あなたが大好きな1万円札がございます。おお。はい。見てください、こんなに小さくなりました。おお、すごい。画面越しだったら分かんないんじゃないかな。画面越しだって意外と分かんないかもしれない。で、これでレベル2が全部終わりました。お、これちょっとむずいですよ。俺が一番結構自信あるねっていい。こちら選んだ数字を大的中。おお。ここにね、数字がランダムに書かれたカードがございます。ありますよ。それではシムジャパ、はい、1から60何でも好きな数字で大丈夫です。はい、カメラに向かって皆さんと共有してください。はい、こちらこちらです。それではそれを隠してください。はい、隠しました。さあ、それではこちら、いろんな数字が書かれたカードが6枚ございます。はい、今から1枚ずつ見せていくので、はい、そのカードがあるかないか、その数字が、数字があるかないか、はい、で、僕はこのカードを見ません。はい、全部裏にしときます。それでは1枚目ありますか。ないです。じゃあないはこっちに置いていきます。はい、あります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 。お、あります。嘘。ということで全部表見てません。はい、こちらの5枚と1枚に分かれました。これだけで当てます。おお、いきます。はい、55。
正解です。よっしゃー、正解。あ、これはすごいわ。これ見てください。これ表見てないです。で、裏面も何の変哲もない顔です。これ当てんのむずいな。まあ、おそらく、うん、そのあるとなしで、あるのが4枚、うん、ないの方が1枚だから、うん、それで何かしらの計算をして、うん、55が出てくる。いや、わかんないな。これはね、俺も説明した時に、あ、すごいなって思った、ちょっと。あ、じゃあわかんないわ。これはね、うん、結構買う価値あると思う。じゃあこれはわかんないってことで。はい。さあ、それでは次はね、これもすげえんだな。見えない色を透視する。おお、なるほど。これは結構すごいです。おで、こちら黒い箱の中にカラフルな四角いサイコロが入ってます。これを渋ジャパ好きな表面を上にして蓋をしてください。なるほど。振った音だけで当てます。はい。じゃあ俺に見えないように。はい、はい、それで蓋をしてみてください。はい、これを振って音だけで当てます。じゃあいきますよ。はい、はい、わかりました。はい、黄色です。正解です。うぅ、あ、でもこれはすごいよ。うぅ、これはわかんないわ、マジで。一個思い浮かぶとしたら、普通に打った時の音でわかる。残念。おお。ただこれは今までの中で一番簡単なトリック。いや、でもこれ意外に見破られないわ。本当にむずいわ。いや、これね、多分みんな買って説明したんだからびっくりしたと思う。ぜひこれチェックしてみてください。はい、はい、じゃあこれ、はい、シルクハットが一瞬で移動するマジックでございます。なるほど。さあ、それではシルクハットを移動させたいと思います。はい、こちらに2つありますね。はい、これを上下移動させたいと思います。ダラララララダララ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 ラ。はい、わかりました。はい、もう一個シルクハット正解です。見えてたもん。じゃあもう一個ちょっともう、はい、最高に自信ないね。はい、ボールがカップをすり抜ける。それではここに3つの小さい玉がございますね。はい、これを1つずつ分けていきますよ。すごい。今モザイクかかってると思うけど見えてました。5年の上にここに1つずつで上にかぶせます。はい、そして、3、2、1、トントン。ダラーン、貫通しました。あと2つ。ケースの中身が一瞬で消える。はい、こちら何の変哲もないケースですね。じゃあさっきの青い玉を使いましょうか。この青い玉を1つだけ持ち出して、あくびしちゃった、あくびしちゃったよ。開けます、しまいます。はい、閉じます。まだありますね。なんで言ったんだろう。ありましたね。おお。あれ、これはむずいよ。なくないですか。もうありません。おー、これむずいですね。俺も仕組みわかんないんだけど。じゃあ答えようがないでしょ。そう、答えよう。じゃあわかんないわ、それは。最後ラストレベル4です。レベル4、これはね、やっぱすごいですね。それではこちら、虫が描かれたカードがあります。ヘビ、ゴキブリ、ムカデ、ハチ、カ、そしてハエ。そしてこれ6枚カードがあるんですけど、シブジャバが1から6の数字で好きな数字を言ってください。1。シブジャバが1を選ぶってことはもう前世で決まってます。おお、こちら、ゴキブリの1。ゴキブリ。おお、あらかじめ決まってたんです、この中にのカードが。おお、すごいな。これは、これはもう1枚だけセットしてます。これがレベル4でございます。これわかんないわ。あっ、あっ、あっ、あっ。ということで何個合計。6、7、8、9かな。9個正解です。半分以上、半分以上になってます。ありがとうございます。手品ではめったに見れない数字です。商売成り立たない。商売成り立たない。半分以上バレてたから。じゃあ交代しましょう。はい、まずレベル1からいきます。はい、じゃあまずここに普通のなんか紐があります。はい、これをまあ普通にここに丸めていきます。はい
手の中に丸めてめっちゃ笑ってる。丸めました。はい、丸めました。入れます。はい、結び目ができました。ですね、はい、はじめのここの手の部分に、でもこれこうだよ。あの、そうですね、これがリング状になってて移動させるっていう大正解ですじゃあ次、はい、カードが上下すり抜け、あ、普通のトランプあります、はい、で、この2枚まず使います、はい、まあこう重ねます、はい、で、その後このトランプを真ん中に入れます、はい、この真ん中に、はい、真ん中に入れました、はい、真ん中に入れると何番目にありますか。2番目、上から2番目にあります、うん、これがいきます、はい、おー、めっちゃ引っ掛けてる。はい、一番下になりました。お、キングが。ほんとだ、1枚目、2枚目、3枚目。次いきます。めっちゃ引っ掛けてる。はい、2番目になりました。1枚目、2枚目、3枚目。なるほど、元に戻りました。あー、だけど確かに、はい、さあ、これピンとは来てないけど、うん、多分、真ん中にそれは移動させてる天才です大正解。レベル2いきましょう。続いて、8から一瞬でフラワーが飛び出す。うわ、マジックっぽい。こちらに8があります。パーティーで盛り上がる。で、普通の棒があります。はい、いきますよ。これをポンと乗せた段階でフラワーが一瞬で下げます。あ、それ本当だった。すごい、すごい。いきます、はい、3、2、1。おい、さあ、どうでしょう。見てはいけないものも見た気がするこれはもうちょっと、多分視聴者のみんな全員分かったぞマジで。いや、言っちゃっていいですか。はい、スティックの中に正解です。続いて、はい、誰でも一瞬で暗算の手です。まず、ここに棒があります。はい、棒向きバラバラの、うん、側面にいろんな数字が書かれた、まあ、四角柱みたいな感じかな、うん、これをどんな向きでもいいんで、うん、並べてください。4つ分かりました。じゃあこんな感じにしようかな。はい、じゃあこちらで並べました。はい、これを一瞬で暗算します。はい、今4つの数字、4桁の数字が縦に4個並んでしょ、7263、2947、これ 4桁の数字4つ並んでます。これを一瞬で暗算します。はい、いきます。2、26527。この4桁の数字を足した2万、うん、あ、なるほどね、うん、横の数字を全部足したってこと。そうです。ちょっと計算してもらっていい。7263足す、はい、俺がさっき言った答えが、26527。正解です。おー、すごい。さあ、これはトリックはどうでしょう。わからない。わかりません。次行きましょう。はい、フォークの先端がねじれる。うわ、ここに2つのフォークがあります。はい、どちらか選んでください。じゃあこっち側で。こっちですか。はい、じゃあこっち使ってください。あ、いい。じゃあ一緒のやり方をやってください、僕と。はい、普通の。はい、まずこれ、左手で包みます。右手でまず持ってもらって、左手で包みます。はい、で、ぐるぐる回します。はい、こっちの、あ、こっちの、こっちを持ってぐるぐる回してください。はい、そうすると、いきますよ。うん、カメラだと分かりづらいかもしれませんが、ねじれてます。おー、あ、ほんとだ。縦になってるってことか。そう、うん、この上下させることはできるんだけど、うん、こっち側の縦向きにはなかなかできない。うん、さあ、どうでしょう。分かりません続いて、カードの絵柄が変化する。こちらに、カードの束があります。サラリーマンがラーメンを食べてるやつです。うん、これ束です。はい、これを裏返します。はい、いきますよ。一瞬で変わりますから、はい、裏返します。はい、ブラックしました。はい、じゃあ一番下にあるカード、まあさっき表にあったカードですね。はい、サラリーマンがラーメンを食べてるカード、これちょっと引いてみてください。一番下から、はい、で、それを見ないで一瞬でカメラに向けて見せてください。わかりました。一瞬で絵柄が変わってますから、一番下を引いてくださいね。はい、いきます。はい、よいしょ。あ、一瞬で絵柄が変わりましたなるほどね。紙があったのが、紙がこれ完全になびいてる感じですね。これはですね、はい、あのね、初めの輪ゴムのね、ところが太いのがね、ちょっと気になったんだよね。なんで、裏返したときに、前側の部分を、それで抜くと、絵柄が張ってるんだっていう。正解です。すごいな。天才だな。見抜いた。次行きましょう。手の中を凝視。いやー、マジックっぽい。マジックっぽい。マジックだよ、これ。はい、こちらに、お、鉄球があります。うわー、懐かしい。はい。
炙ったんですか。これを、内藤がどっちかに隠してもらいます。俺には見えないように、はい、で、それを俺が当てます。あ、それはほら、はい、じゃあ俺が隠していいんだ。はい、じゃちょっと後ろ向いて、どっちかに、うん、じゃあこっちにしましょう。はい、はい、OK です。じゃあちょっと手貸してもらっていいですか。はい、ただ手握っても分かんないですよね。音聞かせてもらっていいですか。はい、俺の耳元でちょっと振ってもらっていいですか。こっちも分かりました。はい、音鳴らないよね、これ振ってもらって。あ、自分の耳元でやっても鳴らない。分かりました。はい、こっちです。お、正解。さあどうでしょう。いやー、これはね、すごいびっくりすると思う。わかりました、はい、なぜわかったかというと、やっぱね、音をめっちゃ聞く、絶対音を聞くっていうのと、うん、最後に、うん、こっちの耳で聞かせてって言ったのよ。なんで、なんか、うん、セットしたら正解です。続いていきます。カードが最上部へ移動する。これ結構有名だよ、ね、有名だよ。まずこちらに、まあ一組のカードがあります、はい、トランプ、普通のトランプです。あります、はい、まとめました。はい、はい、で、まず一番上のトランプを覚えてください。はい、ですね、覚えましたか。しっかり覚えておいてください。覚えました。これ戻します。はい、で、一番上を1枚ですね、下に入れます。はい、そうするといきますよ。はい、今一番下にありました。はい、油かたむら。はい、戻ってきてませんか。さあどうでしょう。初め2枚目を見せて、うん、で戻して、うん、下に入れて、で1枚目を見せるっていう。残念です。うわぁ、分かった。続いて、はい、コインが消える。100円で応用します。で、ここに筒があります。はい、で、この穴に100円玉をセットします。はい、こんな感じで、これが一瞬できます。はい、いきますよ。いきます。消えました。これをまた一瞬で戻します。はい、いきます。はい、わかりました。はい、先っぽに、うん、正解です。次いきます。はい、サイコロが一瞬で増える。大きいサイコロあります。はい、これが一瞬で増えます。はい、いきます。はあ、ちっちゃいサイコロが大量に出てきました。なるほど、なるほどって言ってる。さあこれはどうでしょう。ただ真実はいつも一つ。はい、じっちゃんの名にかけて、その上に正解です。いや、内藤すごいな。続いていきましょう。トランプが突如現れ瞬間移動する。だからこれなんかジャケットが必要で、今なかったんで、ちょっと簡単な俺なりにアレンジしてやります。お、アレンジまでしてる。はい、じゃあまず何も持ってません。はい、内藤なんかトランプ投げるふりしてもらっていい。はいはいはい、いきます。しっ、えい、あ、一瞬で現れました。うまかったね。後ろ側についてて、うん、引っ張ると前に出てくる形みたいな。あー、惜しい惜しい惜しい、ほぼ合ってる。だからこれはね、惜しいと言っても過言じゃないかな。じゃあこれは外れっていう。外れで、続いてここに楕円形の文字が書かれた、まあこれ表裏そうですね、はい、裏もこうで、表もこの楕円形が書かれたものがあります、はい、これ絵柄を覚えておいてください。これを手で包みます。いきますよ。そうすると、はい、あら、ゴキブリのマークに変わりました。はい、じゃあちょっとこれ引っ張ってみてください。はい、ゴキブリが出てきました。うわ、地味にびっくりした。さあどういうマジックでしょう。あー、ちょっと分かんないな、これ。それ裏見れるの。いや、ダメだよ。裏が丸になってる。残念です。続いていきましょう。これ超有名、はい、紙が破れないボールペン、あ、まあ、貫通するマジックですね。なるほど、はい、ここにまあお札型に切った、はい、紙と、これも自分で手作りしました、はい、これ何も変哲もないです。あとペンがあります、はい、これを刺します。ぶっ、はい、刺します。そうすると貫通します、はい、いきます。うわ、めっちゃ暴れてる。めっちゃ肩暴れてる。肩振ってる。貫通しました。息切れてる。貫通しました。はい、以上です。え、抜きます。あ、それで、それではどうぞ。うわ、踊ってる。パリピだ、パリピ。抜きました。はい、じゃあこれちょっと普通に見てください。はい、何の変哲もないか。はい、あ、これ刺したけど穴が開いてない。開いてないです。さあどうでしょう。はい
分かってるんだよな。さあどうでしょう。だけど見た時分かんなかったけど、触って分かった。ああなるほど。ボールペンがこれ縮むようになってるんですね。残念です。嘘。これ見事にはまってます。うわやられた。もうそろそろ終わりです。はい。リングが一瞬で合体する。あこれ俺成功率10分の1です。マジムズ。チェーンがありますね。ちょっとね、ちょっと何回かやります。はい。リングあります。普通のリングあります。はい、いきますよ。これをまあこう通していきます。はい。今は合体してないですね。ああしてない。通していきます。はい。これがね本当にムズいきます。まあ普通だったらここに落ちますよね。普通だったら落ちる。ちょっと落ちますよね。うわーそう自分にマジギレする。マジギレ。マジシャンができませんって、最後本当だったら落とした瞬間にもうことここがしっかり結び目ができるっていうマジックなんですけど、はい、できません。もうラスト。あ最後ラストだ。レベル4。ボールが一瞬で移動するマジックです。はいはいはい。これまあむずい。よし気合入れた。真ん中に今ボール置いてありますね。これ何の変哲もない、まあ、コーンみたいなものですよ。ちっちゃいコーン。で中身も変哲ないです。ないですね。これ真ん中に入れます。はい、はい、そうすると今どこに入ってますか。真ん中。真ん中に入ってますね。はい。ここに今入ってるはずです。はい。でこっちには入ってますよね。はい、はい、入ってますね。ここには入ってるはずです。はい、はい、今ここに入ってるはずのものがなんと、はい、1個ずつ上げていきます、はい、ありません、はい、ありません、はい、こっちにありました。さあどうでしょう。わかりました。はい、出してました。大正解です。いやこれはむずい。ということで、見破られなかったの、はい、6個です。わということは多分内藤と一緒です。6個。うん。あ、そうだっけ。全然覚えてない。全然覚えてないじゃん。だから当てられたのが9個。あはいはいはい。で、当てられなかったのが6個。あそうか、なるほどね。だから、半分以上お互い当てられる。難しい、やっぱ技術が必要。むずい。種だけじゃなくて、その手の仕草とか目の使い方とか、重要だと思います。全然もう、全然あれじゃん。いやもうボロボロ。お互いもう疲れ切ってる。いやー誰かね、この動画にマジックをかけてください。